ってことでね、どうも青鬼2の館で青鬼ごっこを作ってる最中に青鬼3のリリースが発表されたラッターでーす。ありがとう。青鬼3の館で鬼ごっこはしません。よろしくよろしくいや、わかんないけどね、するかどうか。できることならしたい。タイミング最悪で腐って、ほんとにもうめっちゃ言われるもんな。お前もちろん青鬼3の館も作るんだよなみたいな。やばすぎ。ニューゲーム広し編、まあちょんちょんちょんってね。あっ、あーし、来ました、緑クソしかねえ緑クソしかない、緑クソ。あー、昔炭鉱として栄えた島が突然閉山し立ち入り禁止になった。地図からも消され、今では島の存在すら消されていない。閉鎖された理由は隠され続けたが、ある説ではこう言われていた。その島は青い、ね、うるさくない？あーあー、もう帰りの船、旅行もついに終わりかにしても、ほのぼの離島ツアーとか渋すぎるよな。普通学生の修学旅行ならもっと遊園地とか他にあるだろう。タクロタクロ楽しみそうにしてたじゃないですか。まあまあ悪くはなかったけど。たけし大丈夫か。たけし随分顔色が悪いわよ。平気さ、ちょっとした船酔いの中に入っておくよ。今回島編なんだっけ、青鬼3って。しまって、相当酔ってるな、心配ですね。結構揺れてるしなって、全然静止してるけどね。仕方ないな、俺らもそばにいてやるか。待ってタクロー、出たタクローザビッチ。お、来たー来たーっていうのと、この画面に出るのオフにしたいな。どうすらいい？これどうにもできないな。どうにもできないっぽい。あー、メニュー。わーてか、なんか足おっせー。いやー、僕、修学旅行ってあっという間なんだな。なんかすごい、同級生初めてじゃない？もう卒業まで行事もない、ちょっと悲しい。え、青鬼の世界で同級生初めてじゃない？お、いっぱいいる。なんだこいつら、話せないし。あ、口がない、こいつら口が。あ、旅行楽しかった、まだ帰りたくない。あー、いるいる、こういう女。クラスに5人はいる。この子他の乗客もいるのにずっと静かにしないのよねこんな相手を目の前にして、すげえな。この子もなかなかやばいやつかもしれん。ここか。たけしはこうなってた方がいいんじゃないか。たけし水飲む？気持ち悪い、お前の顔がな。あ、ないよー、あらあら、女の子が泣いているようですね。やばい、緑くんロリコン説、話を聞いてみましょう。おっと、いいのかお前、話聞くか普通
見知らぬ女の子がいて、話聞く？しかもお母さんもいんのに。完全事案。ぐす、私のハンカチどこ行ったの？ハンカチ。船内になるかもしれませんね。おー。ハンカチどこでなくしたの？それがわかりゃ、苦労しねえよな。ハンケチーフを探せばいいのか。青鬼3、青鬼、あー、露骨に光ってる。誰かのハンカチ。絶対嗅ぐなよ。絶対嗅ぐなよ。はぁ、あっ、え？あ、私のハンカチだ。ミドリクサは女の子にハンカチを手渡した。よかったわねえさ、お兄さんにお礼は？お兄さん、ありがとう。ふむ。正直ドン引きだ。え、ダース・ベイダーさんじゃねえ。おままごとでね、ハンカチは絨毯になるから探してたの。私のお家にお兄さんもおいでよ。おい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 、よろしくお願いします。おままごとって、あ、お母さんどうも。お母さん、義母と書いてお母さん。しょうがねえなおめえ。まあ、誘われたからには断れない男だからな、メドリー色は。うん。この上の看板すごく気持ちよかったわって。ほう。気持ちよかったっすか。もう音平気？音の文句ないもう。お前の文句しかないよって。で、ミドリクスどこ行ってたの？たけしの船酔いまだ治らないみたい。俺はだいぶ回復してきたぜ。無理するんじゃないぞ。あ、これ絶対座礁するやつやん、船が。なんだか揺れがひどくなってきたわね。確かに。うっ、つつな、なんだ？船内の皆さん、船内の皆さん、急な嵐に見舞われております。近くの手すりや椅子などに捕まっていてください。あー、吐くなおめえ。たけしのゲボはマジで誰も処理しねえかんの、絶対。ねえ、怖いよ、拓郎、大丈夫かな？このくらい、すぐやむさ。あ、なにこれ、船内のみ、あ、た、たからみだー！不発。え？わーい！突如現れた嵐に飲み込まれ、船は転覆しました。気を失ったのでしょう。その後の記憶はありません。次に目が覚めると、そこは喜ぶなって。お、てん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 、うう、ここは一体洞窟？運よく漂着したようですね。皆さんは？ホム、なんか足遅いな今回。こんなもん？こんなもんか最初は。これは人工的に作られた道のようだ。ふむ。無人島ではない、なさそうですね。近くに誰かいればいいのですが。確かに。こんな区画された洞窟ねえよな。ソウルサンでやれって、あ、マジか。そういうことか。バニホシロメ。
なんだこれ、井戸。うわっ、あ、隠れられるゾーン。あ、セーブ。あ、音量注意です、音量注意です、皆さんよろしくお願いします。おせえよクソがあって、すいません。おい、普通に普通やん、もうもう今となるともう普通だな。もう引き出しは固く開かないようだ、ネジで固定されているようだ、一般通過青に。ああ、え、何、誰、ゴキブリ、これも何でしょう。壁に不自然な穴が開いていますね。おい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 、怖えぜ。画面を長押ししてみましょう。途中で離すと穴を探るのやめるのを注意してください。やば、なんか、おいおいおい、いいのこれ、大丈夫、怖そう。で、あ、どうしよう。どうしよう。え、おいっておいって、絶対怖えよお前これ。これは奥に詰まっていたものを取り出した。あ、そうでも、そうでもない。え、で、攻略サイトってあるんだけど、お、こら、こら、いいものだ。見るかって、ああ、見たいな、後でな。いざとなったらね、やっぱね、積んだゲームは面白くないですから。ちゃんと公式であるのだから、やはりそういうのは積極的に使っていきたいところではある。うん、これなんだろう、人体改造実験。道はこれ崩れてしまっている。ドライバー引き出しか。引き出し。ドライバー。ドライバー。はい。洞窟の鍵。ま、青鬼はね。え？はい。はい。遅い。ああ、音なくなった？次あれ？音なくなりました？んーで？なんだっけ？洞窟の鍵か。洞窟の鍵。てかもうさすがヒロシも3になるとあれやな、青鬼最初驚かないもんな。なんだあの化け物みたいな。このドア、鍵は開けられたが重くて開けない。どうやら長い間閉じたままだったようですね。また？これいる？これいる？え？なんなん？この挙動。ああ。
怖さがすごい。また鍵。怪しい場所をタップで調査できます。覗き窓をタップしましょう。おーい。なんなんだこれ。あ !5100。うわ、絶対これいつかやべえやん、これ。動かない。動かない。あ、戻るか。左上の戻るなんだね。プラス1200。ん ?5100。6300。余裕。簡単じゃねえか、おめえ。余裕のよっちゃいかよ、ほら。これがあれか。見れないけど、特に。なんでリアル? いきなり?いきなりリアルティック。これは船にいた女の子の声ですね。さすが、みどりくん。一度聞いた幼女の声は忘れない。さすが。さすがやで。あの人は船に乗っていた親子の、お母さん?義母と書いて、お母さん?あの女の子の方は、やっぱ気になるよね、やっぱ。あの子が、泣いてます。助けて、ください。うちの子がその中にいるはずなんです。この扉に入ってずっと出てこないんです。やはりさっきの声はあの少女の。ふむ。お願い、うちの子が。任せろ、理状態、おめえ。扉を通行してみた。はあ、ダメですね。どうやって入ったんだ?洞窟の外に出る。セーブ。青鬼ね、初見の人にね、言っとくと、マジで、親の声を聞いた数分セーブしろって言われてるから、このゲーム。生まれてきてから今日まで。洞窟の外に出て見渡すと、ここが小さな島だと分かりました。そして覚悟しました。助けはすぐに来ないことを。おお、青鬼辺りを見渡しても廃墟しか見えない。洞窟に戻って少女の母親に知らせないと助けはすぐには来ないかもしれない。ここまでチュートリアルか。ここは海に囲まれ孤立した島のようです。島内にも建物が見えましたが、どれも廃墟のようでした。廃墟。この島に助けに来てもらうか、脱出できる船を探すしかありません。私たちはいいの。行って。バカ言うんじゃない。俺だってあの子置いていけねえよ。って、みどりくんなら言います。それはできません。ほら。ここを開ける鍵がどっかにないか島を探してきます。他にいた、お船にいた他のみんなもいるかもしれないので。ありがとうございます。そうだ、これ拾ったんです。これはここの地図?地図があんのか。ホーム。廃病院に移動しましょう。今回は、地図画面を自動表示なの。移動できんだ。待って。おいおいおい、ちょ、なに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 ?広そう。信じらんないぐらい、広そう。
なんだこれ。総合病院。ちょっと、再現できん。再現でき、あ。これはふわだまって。ふわだまやな。セーブ。ふわっていいやん、こいつ。ワープできるは、ちょっと、ふわだますぎない？もしかして、俺の、アホ角を見てヒントを得たのか？まさか。このゲームの作者さんも、もしかしたら、青鬼ごっこを見て。せや！この病院閉鎖されてからかなり時間が経っているようですね。ほう。何これ？うんこ？違う。なんだこれ？患者さんの。わ、視力検査。あ。ボタンを押す。何もない。会議。こっから青に出てきそう。絶対出てくる。絶対いつか出てくる。やめて、この松葉杖持ってけない。持ってけないか。本棚。ない。ふむ。え？待って、ベッドいつも怪しいもんな、このゲーム。べっ、うんこポチッと、さん、太陽が、さん、あ、積んでる、ご、はぁ、あ、え、きっつ。今の惜しくない？今結構俺頑張ったんやけど。ほらな。足元の小さな穴を調べた。ハンマー。まあ、それベッドだと思いましたよ。このゲーム、ベッドが大事。機械には電源ボタンがある。お。射影機。なんかスクリーン的なものを持ってこなきゃいけないのかな？これか？これだー！積んだー！ 今日は察しがいいな、割と。ボードが床の留め具にぴったりとはまった。で、これを見るとなんとヒントが？はい！覚えてー。何を？下、右、上、上、右。下、右、上、上、右。下、上、右、右、上。下、右、上、上。ここじゃん、絶対。ボタンじゃん。下、右、上、上、下。もう全然覚えられない。下、右、上、上、右。下上右右。え、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと鶏すぎない？ちょっと待って。鶏すぎる今日。上上右。はい、余裕。こんなもんっすよ。お前歩いてないから鶏かやぞ。アルツハイマーじゃねえよ。お前このゲーム向いてないわって。お前にわかかよ。俺はこのゲーム向いてねえぞ。ああ、何言うてんねん。今更だろ、お前。おら！ボクシャクシャクシャク。あ、すごい、すごい、音が。え、ハンマー粉々になってしまったって。わー、出たー、ここ。金属のかけら。なんかさ、これをさ、なんだっけ、前作では、これを集めると、
なんか青鬼が変わるらしいんだよね。だから集めていこうかな。あ、びっくりした。なんだこいつ。あざーす。受け取る。めっちゃおもろそうやんけ。てかもう今日サクサクじゃね？割とサクサクマウンテン。わーてかなんか挙動が iPhone6 だとこんなもん？わあ、歯医者さんか？いや、ちげえか、普通に。こういうのあるか。明らかに遅くなってるよね。こういうもんなんかな。あ、金属のかけら。廃病院って書いてあったやろがいって。いや、廃病院の中の歯医者さんコーナーかと思った。隔離患者室。おー、おめえら。どこじゃ？ここか？ここだ。何？なんかやばいの。なんかやべえのいた。